ただいまより平成24年度春季第96回日本拳保存会福島支部展を開催いたします。支部長挨拶。皆さんおはようございます。お忙しい中遠路はるばる、福島支部展にご出展いただき大変ありがとうございます。本日は前日の雨が心配されましたが、なんとか曇り空で、一日、楽しく展覧会も開催できるかなと思っております。本日は本部より2名の先生方、東京八王子の大谷先生、国立市の佐藤先生と2名、ご協力、いただきまして、本日福島支部展122棟本部賞5本ということで、展覧会を開催できる運びとなりました。本日はどうもありがとうございました。大玉村村長であられます浅川定司様よりご祝辞をお願いいたします。皆さんおはようございます。ご紹介いただきました地元大玉村長の浅川と申します。今日は96回の展覧会ということで、これを見ましたらば、まあ、青森県の方からもおいでになっているということで、少々方々からこの地においでをいただきました。心から歓迎を申し上げたいと存じます。福島県はすっかり有名になってしまいました。原発事故祭ということでね、ここは大体直線で福島第一原発とは63キロです。それであそこは標高15メーターぐらいのところに原発があるんですね。ここは255くらいでありますから、標高差は230くらいあります。ここは比較的低いんです。特にこの福島市を中心にしたここは県北地方と言いますが、その中でも大玉は一番低い。これやっぱり安達太良さんのこの安達太良の城の風が吹いてるのかなという感じをしているわけでありますが、そう皆さん方心配なさらなくとも言うんではないかと。あそこに占領金があります。だいたい今 0.53 であります。あの周辺があれはね、浮き物があったりしますから、どうしても高いです。水田があるとすぐそばあります。ここは芝生が浮いてあったんですが、全部剥がしました。そしてこれね、きれいなこの採石をしましたんで、あそこの 0.53 からまだ半分ぐらいになっておりますから、犬にとってもまた皆さん方にとっても健康には心配ありません。まあそういうことで安心して一つ楽しんでいただきたいと思います。また立派な日本拳、私もこの後まだ行事がありますんで、最後までおりませんけれども見させていただきます。楽しみにいらしております。どうぞここね、長く使ってください。気分よく提供いたします。またこのちょっと下の方もね、若干ここ拡張いたします。あと10年経ちますとここは様変わりします。しかしこの広場はこれは公共用地でありますから、ここなくなることはありません。拡張するともなくすことはいたしません。このプラントのそちらの方にも大きな今度は様変わりします。まあそんなことで、このところはその一帯は4億ほどでありますから様変わりしますけれども、この広場は残してずっといきますから、安心して末永く一つ使っていただきたいと思います。今日はどうもおめでとうございます。本部より派遣されました審査員の先生方のご紹介です。東京八王子市よりお越しの大谷真一先生です。同じく東京国立市よりお越しの佐藤大輔先生です。審査員を代表いたしまして、ご挨拶をお願いしたいと思います。そんな低くないですよ。皆さんおはようございます。改めまして 3.11 並びに、原子力発電所の被災について、お見舞い申し上げます。我々、2名のものが本部より派遣されてまいりました第96回福島支部展、このような立派な会場でできることを心よく思っております。審査にあたりましては、日本拳標準並びに審査決議事項等に準じまして、
しっかりとした審査をいたしますので、皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。大玉村の佐藤春夫さん、お願いします。先生、私たち出陳者一同は展覧会規定にのっとり、ルールを守り、正々堂々と出陳することを誓います。平成24年3月18日、出陳者代表佐藤春夫。Awesome.
変わるニュース降り注ぐブルー、この雨はいつまで降り続くのだろう、弾け飛ぶ夢、はばかれる嘘、答えは風に吹かれ続けるのねえ、しばらくは休むのもいいんじゃないの、大丈夫さ、情けないやるせない、生きてる感じじゃない、ああ全てのソウルにいつも灯が灯るように、どんなやるせない夜でも彷徨うソウルがいつか誰かに出会うように、光は闇の中に雨に打たれ風に流され、退屈な日々に別れを告げる、真冬に向かい歩き始める、すがるものはもう何もいらない、幸せはもっといろいろさ、大丈夫さ、不真面目に真面目に寄り道だから探し、会う
闇の中に状態。